ございます。これから出かけてきます。ちょっとね、遅刻しそうなのなのに動画撮ってるっていう、もう意味のわからない私ですけれども、美味しいランチ食べてきます。行ってきます。今ね、7時過ぎてる、7時14分とかでそれまでおしゃべりしたりして遊んでました。で、赤ちゃんいるからさ、ご飯を食べて今からお風呂に入るのね。だからご飯まで付き合ってお片付けしてもらってっていう感じで、なので私も急いで帰って、急いででもないけど帰って、行けたらお散歩かは行ってないとかわいそうだから行って、旦那の晩ご飯を軽く食べれるもの、まあ、サラダぐらいだと思うんだけどを作ろうかなと思ってます。それでは安全運転で帰ります。旦那が帰ってきてご飯を食べました。今はサニ君とゴロゴロしてる、なんかずっとゴロゴロ言ってるね。なんか目が変だね。明日は旦那のお休み、今週は別々で休みなんで、で、ねえ、うん、じゃあ、痛い痛い痛い。で、明日は何しようか、何すんの明日。動画とか見たの。なんか出たかってます。明日、トト君お誕生日だね。わかる？明日からおじいさんになるんだよ。ね。なので、トト君のお誕生日をお祝いして、ゆっくりしようかなと思ってます。旦那はまたこれから仕事するんだって。私はもう疲れたのでお風呂に入って寝ます。ちょっと私の目線のこっちにいますね。眠いの。それでは皆さん、おやすみなさーい。また明日、バイバーイ。ダラダラしすぎー。